パディントン駅に停車中のヒースローエクスプレスパディントン駅チケットセンターで購入したスタンダードグレード片道キップヒースローエクスプレスはイギリスのロンドン中心部とロンドンヒースロー空港とを結ぶ空港アクセス列車でありまたその列車運行会社たる企業であるロンドンの主要ターミナル駅の一つであるパディントン駅とヒースロー空港と終着駅のヒースローターミナル5駅の間を結ぶ 列車であり、日中15分間隔で運行している。所要時間は、パディントン駅、ヒースローセントラル駅が約15分、ターミナル5駅までが約21分かかる。パディントン駅とヒースローセントラル駅の間は途中、停車しない。2009年11月時点での定時運行率は99.9%で、同じく、ロンドン市内とヒースロー空港を結ぶロンドン地下鉄に比べて高い。 運賃は、駅のチケットオフィス、または、券売機で購入した場合、片道が、スタンダードクラスで22ポンド、ファーストクラスで29ポンドである。往復で購入すると、スタンダードクラスで34ポンド、ファーストクラスで52ポンドとは、利引きになる。ヒースローセントラル駅とターミナル5駅との間は、無料で利用できる。全区間において、トラベルカードや、オイスターカードは利用できない。 日本の鉄道のように改札などはなく、乗務員による車内での切符確認が必要である。車両は332型が使われている。車内では有料の無線 LAN サービスが利用できるほか、携帯電話がトンネル内を含め常時使用できるようになっている。このほか、途中駅に停車するヒースローコネクトという列車もほぼ同じルートで運行されている。パディントン駅発着のヒースローエクスプレスは、 ヒースローターミナル4駅には乗り入れない。そのため、パディントン駅発着のヒースローエクスプレスとヒースローセントラル駅で接続して、ヒースローターミナル4駅との間を結ぶ、区間列車ヒースローエクスプレスシャトルが、日中15分間隔、所要時間4分で運行されている。ただし日曜日は、毎時4往復のヒースローエクスプレスシャトルの他毎時、1往復のヒースローコネクトも、 同区間を運行するため、当時各運行ではない。この列車による、ヒースローセントラル駅とヒースローターミナル4駅総合間も、無料で利用できるが、ヒースローターミナル4駅から、ヒースローセントラル駅で乗り換えて、パディントン駅に向かう乗客のため、ヒースローターミナル4駅でも、乗車券を発売している。2013年12月8日、改正ダイヤによる、停車駅は次の表の通り、 ヒースローエクスプレスの列車運行会社である企業、ヒースローエクスプレスオペレーティングカンパニーリミテッドは、ヒースローエアポートホールディングスの現存会社、ヒースローエアポートリミテッドの子会社である。また、ファーストグレート、ウェスタンとともに、ヒースローコネクトの列車運行会社たる共同企業体を構成している。これらの列車運行のほか、空港ターミナル各駅の管理も行う。ただし、 車両や駅、全路は、ヒースロエアポートリミテッドが所有している。ありがとうございます。